続いては待ちに待った B リングスのホーム開幕戦。今年は内川選手も加入されて打ってほしいなと思います。培ってきたプレーを大分の地で発揮してもらいたいと思います。そんなファンの期待に今シーズン加入の内川選手が早速応えました。まずは第1打席でレフト線へのツーベースヒット、さらに19点ものリードを許した7回でした。ツーアウト満塁のチャンスに走者一掃のツーベース、チームに諦めない気持ちをプレーで伝えます。1打席ってすごく大事なんだよっていうのを伝えていきたいなと思ってますし、応援してくれる方のためにプレーしたいなと思います、ね、試合には敗れましたが、内川選手がチームメイトとファンに大きくアピールする一戦となりました。